じゃあ、あのね、この人はまたね、あの全く宗教関係ないとこから来てるんですね。一般人で、彼が今日あの初めて話を聞きたいというか、まあ、昨日僕と話して、でいいチャンスだから、みんな中ね、うちのメンバーさんたちがちょっと遠いけど、だからあの松戸でみんな集まるから、あの僕一人じゃなくてみんなの体験談を聞いたら参考になるんじゃないかって言って来てくれたんですよ。なので、何年前、まあ入信する時の動機だね。なぜ日蓮召集を選んだのか、で、ま、なぜ入信する気になったか、でその悩みなり苦しみなり願いっていうのが、この何年か信じした中でどういうふうに変化したか、孤独を感じたのかどうかね、そこのところをこうポイントを絞って話していただければありがたいなと。じゃあまずそうですね、入信した時期は、まあ、2018年1月の12日で、あ、ごめん、はい、彼引きこもりだった。あ、そうなんですよ。あ、一緒です。実は彼引きこもりだった、まあ、そうなんです。あ、自分の体験がぴったりだもん。引きこもりだったんですよ、頭いいくせに。結構重度な感じで引きこもってまして、まあ入信してから大体おおむね4年8ヶ月ぐらいですかね、はい、経ちまして、入信したきっかけっていうのが、まあ一言で言うと、まあ完璧にはないんですけども、日蓮召集のやっぱりこう教義的な正しさがこう自分の中で納得できたなっていうのが入信したきっかけ。似てるみたいな、そこもピンポイントで、うん、ピンポイントで選択されたわけで、日蓮召集の、説明。深み講習です、はい、やってまして、で、まあ、それまで、まあ、豊田さんがおっしゃったようにこう引きこもってまして、で、まあ、こう大学辞めちゃったりとか、もう結構医者には行けなかったんですけど、もし行ってたら、まあ、うつ病判定クラスぐらいの結構な状況でして、でそういうのがありまして、で大学をこう辞めて一回実家に帰って、でそこでまあまた引きこもっちゃったり、フリーターやってたんですけども、でそこで、そうですね、結構このまんまじゃ、当時23とか4だったんですけども、このまんまじゃこうダメだと思って一回、まあ自己啓発書とか読んでみたんですね。でもそれでもなかなか改善しないなっていうのがありまして、でその次は何かって言ったら、こう宗教をやるしかないかなと思ったんですね。でそこでいろいろ、まあ実家が真言宗なんですけども、そこでいろいろ、まあ幸福の科学とか、こう天理教とか、あとは、まあ他にもあったんですけどを調べてって、あと神道とかですかね、それもちょっとやってみようかなって思ったんですけど、あと創価学会もちょっと興味あったので、はい、はいはい、何でしたっけ、威風堂々の歌見まして、結構魅了されちゃった感じも。 あれに随分アナログな人ね、アナログとか古い人ね。俺結構あれ抵抗あったよ、そんな、なんとも古臭い曲みたいな。結構あの大先生のカリスマ性を感じてしまって、危なかったっていうのがあったんですけど、でもなんか学会うさんくさいなっていうのがあって、で、まあ、でも何か宗教やりたいなっていうのがありまして、で YouTube でこういろいろ調べてったら、もう豊田さんが出てきまして、で自分が信じようと思った宗教をもうことごとくもう論破してるわけですよね。でそこでもう日蓮召集って何かなと思って調べたら、もうそこしか正しくないと言って、最初はもう当然ちょっとドン引きしちゃったんですけど、でもそこであのドン引きするっていうのも感情論かなと思って、でもう一回こう一旦冷静になって調べてみようと思って、でまあ一回豊田さんと会ったんですね。会ってお話聞いて、まあもうこっちが反応できなかったんで、もうやってみようかなとも思ったんですけど、でもまだこう何も宗教をやったことなかったんで、いまいちこう踏ん切りがつかなかったというか、
今じゃなくてもいいかなっていうのがありまして、うん、でその1年後ですかね、ちょっといろいろ当時アルバイトやってまして、でもう宗教を信じるしかないっていう状況になっちゃいまして、でそれも余計してこう、まあ、ご自戒を受けたっていうのが2018年1月でしたね。でそこから、まあ、今でもちょっと社交性とかはもうめちゃくちゃ足んない部分もあるんですけど、でもそれでもまだ、まあ、こういった場も今あの引きこもってた時だったらもう絶対来れなかったと思いますし、で仕事の方もフリーターやってたんですけど、まあ、もう正社員になれてもう3年ぐらい経ちますかね。で今年転職も決めて、あの今頑張ってるっていうところで、はい、でも急激にこうぐわっと良くはならないんですけど、こう本当にこう徐々にもう気がついたら1年前の自分とこう今の自分を比較したらやっぱり変わってるなっていうのはありますね、はい、ちょっと簡潔です。素晴らしい、さすがですよ。やっぱり君もやっぱり有能な人材だね。このよくぞこの端的にね、ピシッと。宇宙工学学んでた人が何、宇宙工学、あの、うん、航空関係の飛行機関係の。そうだったんだ。そうなんだ、はい、初めて知った。あ、ちょっと聞けなかった。からフリーターまで、はい、で一回ね、ここまで経験してね、まあ最初に行き合った時なんか本当にやっぱもっとひ弱なね、あの影の薄い子でしたよ。頭はいいってのは分かったけど、まあとにかく、まあ、覇気がないわけだよね、この人から出てくる。もう本当に変わりましたよ。しょっちゅういつもいじってんだけど、お前すんげえ東京とか首都圏出てきてからもう垢抜けちゃって群馬の田舎もんからさ考えたらよ。まあ冗談言ってんだけど、すごい変わった。見た目もね、あのすごいモテる素敵な男になりました。あの群馬の引きこもってる時じゃちょっとな、これはな、なかなか厳しかったかもしれません。今いるんかい？いや、今探してる。あ、探してるのね。もう必ず備わってきますよ。